はようございます。今日から新学期です。9月になりましたが、今日も暑いですね。もうひなみの汗が止まらなすぎてクーラーをつけました。何作ってるの？あら上手。おお。牛乳これ。待ってるね。あ、ストロー持ってきたの？ブクブクしないよ。飲んで。いただきます。初日は結構さ楽しくない？なんで？え、何もしないじゃん授業。うん、なんか。いろいろあったら多分授業するよ。来るの？多分。2日行けばまた休みだね。あい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 尻尾の長い。まだ時間じゃないよ。時計見て。見たよ。ねえねえ行くって学校。だ。ねえねえ。ママ。なんで洗濯を干すだけなのに。ママ絶対やる。今日は天気も悪いしね。部屋干しになっちゃいそう。何も考えずに昨日洗濯も回さなかったから。今日は半分だけ回して、あと半分は夜にしようかな。コインランドリー行く時間もなさそうだし。今日はね夕方。下校の時間に避難訓練のお迎えがあって2に行ってその後ねえねえお迎え行ってっていう感じでそのままケイシンたちを迎えかな多分。やだな。なんで？やだこど。やだこど。マジこの先。ケイシンからがいいの？うん。ねえすっぴんでもいいんだけどさちょっと気合を入れるためにも後でメイクします。こんなにやる気がない日なのにね。ちょっとお仕事も出勤はしないんだけど家でやるお仕事がちょっとだけあってやらなきゃいけないから本来なら寝て過ごしたいお休みなんですが。わーねー顔丸い。やらなきゃいけないことはあるのよ。あるから困ってんだけども動くかちょっとやる気が出なさすぎるので軽くメイクしてそれで動こう。そしたら提出午前中までのやつがあるのでそれをやるでしょ。でそれが終わればでも結構いい感じなので編集を進めたいなっていうのもあって編集してあと編集してまあ言ってもしょうがないから化粧しよう。若干よそ行きっぽくなってきた気持ちが。ちょっと待ってチョコパイ食べさせて。うまい。なんか久々に家に一人短いようで長いような夏休みが終わりました。皆さんお疲れ様でした。お昼ご飯とかね糖分チャージしたから洗い物はちょっと見えなくてじゃあちょっと提出物だったり編集だったりを進めていきます。もデビューしたんですが私はまだ使ったことがなくてできるかな。コピーあ、出てきた。あ、ごめん壊す壊す。できた。
できた。そう、今までアルバムって作らなかったんですよ、子供たちのアルバム。あの携帯でどうせ見れるしって思ってたんだけど、やっぱりなんかさ、作った方がいいのかなとか、あの作る作業は好きだからやろうかななんて思ったりして、早半年。皆さんはアルバム作ってますか？なんか今の時代は少ないみたいですね。実際携帯あるからさ、パソコンに入れておけばバックアップも取れるし、いいかなとも思っちゃうんだけどね。どうしよう、全部じゃなくてもね、なんかあったら嬉しいよね。あ、仕事します。みんな頑張ってる、みんな頑張ってるもん。頑張ろう。ちょっと休憩。今お昼になりました。思ったより早く片付いてきまして、ドーナツをいただいたので食べます。やる気はないけど食欲は湧くんだよね。いただきます。毎月こんなに食欲が出るわけじゃないんだけど、この始まる前までは食欲が増して、始まると食欲が減ってしまう。だから貧血とかにもすごいなりやすいんだけど、その前にね、今蓄えてるんです。辛いラーメンが食べたい。でも動くのがめんどくさい。誰か作ってくれないかな。食欲と動きたくないところで戦ってますね。でもなんか午前中もう全然ゴロゴロしかできない感じだったけど、パソコンやり始めたら意外に集中できて、仕事片付けたら編集しようかなって思ってます。嫌いじゃないからね。おはようございます。今ね、編集して完成して確認してたら寝ちゃって、20分ぐらい、2、30分寝ちゃった。ニニとネーネの迎え行く時間で、もうちょっとあと10分ぐらい時間あるんだけど、今日の動画ね、出せるようにしております。あー、セッターでもすっきりした。めっちゃ寝た気がする。今日はバーベキューした日の動画ですね。生理前は結構そういうのが多くてですね、夜とか寝かしつけのまま寝ちゃったりしますよ。いっぱい終わった。ニーニーを捕獲したので次はネーネです。ネーネの訓練も行ってきまして、これから保育園組のお迎えです。今日の夜ご飯ホットモットにしようかな。ケイシーを一番先にしろって怒ってたからね。じゃあめっちゃごじゃん。今日夜ご飯のホットモットにしようかな。え、やったやった、よっとよっと。ご飯買いに行かない？やばい、唐揚げ弁当にする。唐揚げ弁当、うん、お願いします。だい、ニニにもごちょうだい。ありがとう。今日のおやつは渋めのスルミ、当たり目です。ひなみ何個もパクパクしない。一個。ひなみ噛んでる。エビ、イカ、エビ、イカ、じゃあ行くね。エビ、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 カニ、カニ、カニ。ニーニーさ、トイレ行きたいよ今。ビビってます。手洗ったらさ、やばくない？ちょっとやばいかも、感電するかも。だよね。トイレ行ってくるわ。音がすごいことになってる。やばい、落ちた。なんか今こっちピチってなった。うん、怖いよ。ダダ早くか、寝ちゃう上。寝てるの？いや、起きてると思うよ。なんで？電気なんでつかないの？つける？つけたい。つけて？つかないや。まあ、ブレーカーだよ。ブレーカーつけて。雷がランプになってる。ブレーカーじゃなくない？停電でしょ？停電だから多分ブレーカーだと思う。ブレーカーと停電は違うよ。違う。早くして。何を？ケイシンが結構ビビってる。あ、エアコン止まった。トイレしたいんだけど逆に流せないじゃん。じゃあお外でしてくれば。ねえ、これあ、着いた。お、着いた。よかったね。 Wi-Fi も切れた。戦ってきて。戦ってきて。すごいね今日ね。
怖い。わかんない、大丈夫大丈夫。はい、ねんねもビビって降りてきました。二度目の停電です。あ、ねんねも降りてきたから、うん、早くして。ケイシンはビビってるのに、ひなみは全くビビってない。またまたつかなくなった。もうエアコン代もったいないんですけど。みより早く終わらないのかな。終わってほしい。うん、ケイシンおへそ出してたら雷さんに取られちゃうよ。ニーニーはお肉で隠してる。ねえ。ひなみしょっぱい行こう。もう早くしょっぱいに行こう。ひなみ一人にしていいの？ダメ。ひなみを連れて行く。じゃあニーニーとネーネーとソファー座ってなよ。やだ、ママ。その時買ってくるから。あ、また切れたよ。また Wi-Fi は繋がってる、ラッキー。つながってないじゃない。ひなみつながってる、ひなみは。そうでしょ。ひなみつながってる。ケイシンはサメに食われてます。お耳も入ってる。お耳も入ってる。うん、これね、まあ、怖い怖いね。ニーニーのじゃなかったから。ママ、これ乗ってきてるあれよ。よかったね。怖いね、もう。ひなみはずっとビビんなかった。ありがとうね、買ってきてくれて。これなかなか食べてないよね。嫌なの？ないね。ここら辺のビー玉はこれで食べるの。ビー玉？これのここの。これはビー玉で。ビー玉じゃない、これ。枝豆。これは枝豆で、これで食べるの。手の方がすごい。一緒だけどな。なんか手の方がすごい。手の方が色が違うよね。はい。いただきます。今日はおサボりです。おサボり？うん。よかったね、雷は落ち着いてね。よかったよかった。いや、一時期やばかったよ。ありがとう。はい、いただきます。いただきます。はい、や。今日保育園でね、どれで食べるの？楽器隊の人？来てコンサートやって、それにね、ひなみとケイシンすごいハマってたの。ね、ケイシン大きくなったら、その太鼓トントンやる人になりたいんだって。いや、あの、カンチンちゃん。カンチンちゃんってやる人になりたい。カンチンちゃんか。え、あの、こうやって、うん、ネネやってるんだけど。ネネそれやってるよ。ケーキソース。ひなみすっごいノリノリだったって。私は一番楽しいんだ。ほんと？うん、かっこいいね、一番楽しいんだって言い切るの。これありだね。すごいお肉の量。ミナリは収まってるからならないから大丈夫だよ。いってらっしゃい。怖くない、もういい。見る？雷終わってるからもう見る。よっしゃ、一回見てみよう。ママ、うん、ピッチ、ママ、あ、そこにも貼るのね。もうちょっと。もうちょっとだね。もう、うん、ママ、ダダラ。ダダ？うん、スネ夫ダダだって。え、嘘でしょ。最初に有給取った、計画有給。みんな休みなの？違う、あの個人でこの日に取ってくださいみたいな。何日間か取んなきゃいけない。え、休みなの？何する？別に何してもいいよ。え、何する？もったいないじゃん、何もしなかったら。そう？あれじゃないね、夏休み終わってすぐだから、あのカスちゃんをねぎらおうかよ。いや、いいよいいよ、癒しのねぎらおうかよ。そんなこと言ったら、ヨタはだって仕事してるじゃん。いやいや、だってかすみも仕事はしてるから、もちろん。うん、16は特に。ニーノもう一回行ける？いや、それがキー。ああ、したらいけるから言って。9月も頑張ろう。頑張ろう。ヨクちゃん頑張ろう。頑張ろうね。でさ、何もしなきゃいいのにさ、何もしないとしないでさ、自己嫌悪になるのよね。まあ、それわかるし、そもそもさ、種族マグロだからさ、何もしないがあんまり得意じゃないよね。とりあえずさ、お風呂は行ってみよう。お風呂入れない？入れるよ。入れない。洗い方わからない。わかるわかる。何言ってんだよ、もう。わかんない。洗わなくて、お姫様？どういう気持ちで眺めてる？なんだろう、あの、一番近い感情ね、哀れに。哀れんでるの？かわいそうだな。
どういう気持ち、うん、果たして娘はこれを見て何を思うのか。どんなのなんだろう、いつものママだと思う。お風呂入ろう。